ビズ。公立の小中学校の通常学級に発達障害の可能性のある生徒が8.8%在籍していると推定されることが文部科学省の調査で分かりましたこれは文科省が作成した基準に該当するかどうかを専門家ではなく教員が判断した結果に基づいたもので35人学級なら 1>, 1クラスに3人ほどの割合になります2012年に行った前回の調査から2.3ポイント増えましたが文科省は発達障害の生徒が増えたのではなく教員の理解が深まり該当するとの判断が増えたと分析しています今後少人数指導など支援策を充実させる考えです